よう食べてます。美味しいぞ。でかいね。でかいの食べた？食べてない。これいいじゃん、これ食べようぜ。第1回わらしべ長者で家見つける。やっぱ家を潰れるってことで家を探さなきゃいけないなと思ってたんですけど、やっぱ通常通り家を見つけていくっていうのはあんまり面白くないということで、家にうまい棒が1800本ほどあるんですけど、うまい棒1本からわらしべ長者的に物を交換してって家までたどり着けるかっていう、家に最終的に交換できるんじゃないかってことで、今日は9時から子供来てわらしべ長者してうまい棒で家作って、役場に行って次の場所の空き家の助成金のついてのやつって聞いて、これからこの間ちょっとお手伝いした動画の素材を編集しなきゃいけなくて、で日常動画って感じ。今日めっちゃ肩痛い、なんかわかんないけど寝違えたの、やばいわ。はい、ということで今日も頑張ろうと思いますけど、疲れてるよけど頑張んなきゃね。おはようございます。時刻10時です。2時半からバイトで、その後夜19時から次の場所に関してのミーティングです。ライブがとりあえず一昨日終わったんですけど、それはさておき1周20万企画をスタートしないといけなくて、1周20万をどうするかって話なんですけど、とりあえずその手元に20万を作りたいっていうのが今の状態なんですよ。どうしようと思って、一回過去に映像の動画の編集の仕事のメールを何個か作って送ってるんですけど、やっぱり返信がやっぱないので、まあ、自分のチャンネルとか TikTok とか載せたんですけど、やっぱり難しいなと思って、せっかくなら、まあ、この家つぶっていうところでなんかできないかなと思って、やっぱ CD とかなんか自分が動けるところで動くみたいなことができたらいいかなと思うんですけど、パッて今思いついてないんで、とりあえずちょっと今日はメールを送る作業と、あとは普通の日常動画を最近更新してないので、それも編集しないといけないしみたいな。今日は新拠点に来ております。まあ、ゴミが結構あるんですよ。これのゴミの排出と改装できるところは改装するみたいな感じです。でプラスで14時から僕がコロちゃんワクチンなので、コロちゃんワクチンをぶっ刺して役場に行って、ここのそれ関係の書類を出してロキソニンを買って安静にするっていうのが今日の一日のスケジュールです。ということで今日も一日頑張ろう。照明がつきました。照明がほら、照明いい感じじゃない？照明いい感じでしょ？この古いこういう昔の照明を取り外して、ちょっといい感じの綺麗な照明になりました。ちょっとこれがつくだけでもだいぶ明るいよね。いい感じ。そして吹き抜けてみたいな感じでいいですよね。これ見て錆びついちゃってんだよね、これが。だからさ、今普通にインパクトで撮ろうとしても全然ダメで、錆びついて、それのドライバー探したんだけどないから、とりあえずここのさ周りだけ今剥がそうみたいな感じのキャンペーンでございます。はい、第2回コロちゃんワクチンをぶっ刺してきました。で今ロキソニンを買ったとこです。副作用出るかもしれないですけど、僕の大好きな粒組を買って帰ると思います。ワクチン打って帰ってきました。買いだめしといた方がいいみたいな言われたんで、とりあえずロキソニンできました。辛い頭痛に行くって書いてあるけど、これ大丈夫なの？俺いつ飲めばいいか分かんないんだけど、まあとりあえず痛くなったらロキソニン飲めばいいよねって感じで、大好きな粒組ね、明日もどうなるか分かんないから大好きな粒組2つ、あとお茶。やっぱなんか何がいいかなと思った時に、飲み口すっきりであっさり簡単に食べれるカップ麺買ってきました。あとお茶。やっぱなんか何がいいかなと思った時に、飲み口すっきりであっさり簡単に食べれるカップ麺買ってきました。そんなもんかな。なんかどれだけ今は全然もうワクチン打ってから1時間も経ってないぐらいなんで、まあ、全然元気で、あったかいコーヒー飲みながらバイト先の報告レポートを書かなきゃいけないんで、まあ、それ書いてって感じで、まあ、ちょっと今日の夜どれぐらいで副作用出るかわかんないんですけど、副作用出たら出たで取れたらいいかなって思ってます。それでは副反応出るかなと思ったんですけど、特
特にまだ全然何もないっすね。めちゃ元気ですね。すっごい寝た。時刻は11時なんですけど、朝起きたらめちゃくちゃ体が重いっす。これがコロちゃんワクチンの副作用らしいっす。めっちゃ重い。熱っぽいし、でも本当にしんどいって感じじゃない。でも腕は前回よりも痛くないし、けど体が重いね。全身筋肉痛感がある。あと指も痛いね。指の関節も。あと寒気がすごかったね。途中で何回か寒気で起きちゃった俺。それで全然眠れなくて、途中で何回か起きて、やっとようやく眠れて今起きた感じですね。あ、でもなんか僕が想定したよりも軽いかも。すごい高熱が出て、もう体がすっごい重くて痛くてみたいな感じを予想してたけど、僕的にはまだ許容範囲内みたいな。よかったっす。ロキソニンを飲んだんですけど、まだそんななんかめちゃくちゃ効果が現れるかっていうとそんなわけじゃないんですけど、ロキソニンを飲んでどうなるかっていうのもなんかわかるかなと思うので、今ちょうど起きて1時間後ぐらいですね。全身筋肉痛な感じしますね、マジで。熱はあんまなさそう。なんかわかるじゃないですか、大体なんか今熱あんなないなっていう、なんか微熱くらいような感覚ですね。てか重い感じですね。あと寒気がすごいですね。なんで今めちゃくちゃ毛布くるまってるんですけど、もう動けないぐらいだるいとかそういうのはないんで、まあ、ちょっとできる作業はしようかなって思います。ちょっともうそろそろで30日なんで、残り CD の制作に向けて動かないといけなくて、それをちょっと頑張りたいと思います。おはようございます。これから買い物に行こうと思ってるところなんですけど、まあ、とりあえず今日やることは、月収20万企画のために CD の制作でクラウドファウンディングを10万円集めるためにやるんですけど、それのサイトの今構築をしていたところです。あとは文章を少し軽く作ってました。今日は15時からバイトなんで、その後多分曲作りに行っちゃうので、今日はその後そのクラファンについてのミーティングをしに行く感じになりますね。今日金曜日なんですけど、子供来る日なんですけど、今日誰も来ないので、今ちょっと動画を1本編集し終わったところなので、まあ、日中軽くライブして、でちょっとお昼ご飯の行こうかなって思います。ってことでレッツゴー。今バイト終わって今8時半です。これから曲作りです。行ってきます。おはようございます。今日は次のお家に来てるんですけど、そこの今日は改装です。ちょっと今日はその様子少し撮れたらいいかなと思いますので、今日も頑張りましょう。はい、ということで、この大量にあった食器棚をこう破壊して壁をこう綺麗にしたんですよね。めちゃくちゃで、これをこう綺麗にしてヤスリ掛けしてって感じですね。もう完全にこう DIY にサブちゃんでも作ればいいかなこれね。もう撮影機材と編集者と撮影マンが欲しいよ。ということで、また次回の動画で完成した様子見せられたと思います。お楽しみだよ。